はい、セブンサムライチャンネルです。オリンピックももう終盤になってきてます。で、男子はね、日本チームちょっと0勝3敗ということで、スペインに対して、善戦したところもあったんですけれども、スロベニアとアルゼンチン、アルゼンチン戦に関してはね、ギャビン選手で出ませんでしたけども、ちょっとね残念ながら0勝3敗、どのチームも世界ランクトップの3チームなので、そんなに肩を落とす必要はないのかなと思います。ここがねスタートっていうことで、どんどんね、ここからまた海外に、出る選手が増えたり、また次の世代のね選手が育ってきたらいいのかなと思います。やっぱりね、世界のトップのチームに勝とうとすると、シュートの精度だけじゃなくて、前回も話したんですけど、ピックアンドロールとかね、ボールスクリーンの使ったアクション、そこでどれだけディフェンスができるか、どれだけオフェンスができるか、ボールアクション、ボールスクリーンを使ったバスケットボールっていうのは、どのチームもね主流にしてますんでね、それにどれだけ対応できるかっていうのが重要かな、これから成長していく上で重要かなと思います。ちょっとね八村選手もね、ダンクしてる場面はありましたけれども、トータルとして見たらまだまだ活躍できる余地はあったのかなっていう意味で、ちょっとね、残念な悔しいなという結果ですけれども、渡辺選手とかね馬場選手で、それぞれの場面でね活躍してる選手たちもいましたけれども、そういったところはすごい収穫かな。やっぱり海外出てる選手だけに、なんか自信が見れましたね。自信、自信っていうところがね、なんか他の選手に、もうちょっと見られる場面が多ければ、まだまだ日本代表も成長していくのかなっていう気がします。あとはリバウンドとかルーズボールのね、50-50のボールにどれだけ食らいつけるか、そういうところのね、貪欲さっていうかアグレッシブさが今後ねどれだけ見れるかっていうのも楽しみにしたいところですね。そういった意味でも海外にもっともっと選手が出たら面白いんじゃないかなと思います。はい。で、男子は結果としてアメリカと、フランスが決勝で、アメリカもね、ちょっと NBA のシーズンがコロナの影響でちょっとね押されてましたけども、オリンピックとね、練習期間っていうのが十分に取れずに、選手が合流するのもオリンピック直前ということで、なかなか苦戦を強いられるエキシビジョンゲームなどね、そういう場面で、負けていたりとか、初戦でフランスに負けたりとか、していましたけれども、本当見事にね、予選リーグを勝ち抜いて、でトーナメントで、見事に、スペイン、オーストラリアで、最後にフランスと撃破してましたね。接戦前半とかね、接戦してる場面とか、負けてる15点差近く離されて負けてる場面とかもありましたけども、さすがですね。やっぱりディフェンスからオフェンスにつなげて、で、NBA の選手だなって思わされるような場面も多々ありました。最後のね、試合、3試合、トーナメントの3試合、決勝トーナメントの3試合通して全てやっぱりケビン・デュラントのね、スター性というか、やっぱりすごさっていうのが出ましたね。やっぱりケビン・デュラントが今のアメリカの代表のチームの中ではやっぱり、大黒柱、リーダー的存在でしたね。彼がオリンピック、3度目になるんですかね、参加したっていうことがす
すごい重要だったなっていうのは今振り返ると、うん、よくわかるんじゃないかなと思います。まあ、ケビン・デュラントのね、まあ、スキルもそうなんですけれども、まあ、もうね公式上は多分6-12かな、まあ、もうほんと7フィートあってウィングスパンも長い、そんな選手がね、まあ、あれだけのドリブルの1対1から体を当てながらステップバックとかね、まあ、スリーポイントのシュート力もそうなんですけど、まあ、得点をね決めてくると、まあ、ゴールドメダルのかかった決勝戦、過去3大会ね、確か30点、30点、29得点かな、まあ、ほぼどの試合も30点近く入れてると、で通算の、まあ、アメリカの代表の選手の中では、一番、ね、得点していると、カーメロ・アンソニーを、ね、カーメロ・アンソニーを抜いて得点を、通算の累積の得点が一番、最多得点になっているっていうぐらいなんで、まあ、ケビン・デュラントのね凄さが改めて分かったっていう大会にもなりましたね。はい。で、女子なんですけどね、日本代表の女子がね、まあ、決勝戦控えてるんですけども、アメリカとのね決勝戦すごいですね。史上初のベスト4、そして史上初の決勝でもメダルも確定で、あとはね金メダルを取るために最後の、まあ、アメリカとの決勝戦を迎える状況ですね。すごい雰囲気いいですね。何試合かチェックしてるんですけど、ベルギー戦のね試合がねやはりね一番印象に強いですね。ベルギー戦ちょっと難しいかなって、まあ、試合をね通して見てて思ったんですけれども、本当ね粘り強くね、得点を大きく離されることなく最後まで粘って、で、まあ、ディフェンスもね、なかなか止めることができなかったんですけれども、得点を止めることができなかったんですけども、まあ、トラップとかねダブルチームとかを有効に使ってプレッシャーをかけて、で、点数をね、詰めて逆転するっていうきっかけをね作ってましたね。本当ね日本代表の女子はね本当すごいですね。でやっぱりどの選手ももうスリーポイントがものすごく入るし、機動力があって、カットで、まあね、モーションもう絶え間なくこう動いているっていうねモーションがあるっていうのはねすごいね、まあ全体を通した女子のチームの中ではすごいユニークだなという印象を受けました。まあ、確かにね町田選手ですか、ガードね、ガードのすごいアシストのであったりボールコントロールのね、まあ、テクニックっていうのがね、ものすごいいいなっていうのも印象に、残りますね。まあね、オフェンスだけじゃなくてディフェンスもね、結構もう、まあ、足を使って、ファールをせずに、ね、基本に忠実なディフェンス、ね、ブロックとかねそういうところで頼るのではなくて、まあ、足を使って、相手の前に前に立つっていう、こうディフェンスがね徹底されてますね。まあ、トラップやヘルプ行く、ね、手の動き足の動きっていうのがすごくアクティブに、見えました。まあ、フランス戦とかね、準決勝のフランス戦とかね、もうフランスがなんかちょっとガス欠な印象も受けたんですけれども、あれも日本のその女子のバスケットボールの機動力っていうものの凄さを出せたところなのかなっていう気もしますね。まあ、18アシストっていう、まあ、とんでもない数字をね、町田選手がガードの、ね、中で、まあ、スティーブ・ナッシュのようなね、ね、すごい、アシストで、ね、あそこまでできるんだなっていうのを驚かされましたね。まあね、ちょっとアメリカ戦、なかなか、まあ、相手も50連勝以上もっとしてるのかな、50連勝
勝以上の、まあ負けがないっていう、ね状況なので、まあ、アメリカの女子の、ねチームになんとかね、一矢報いるような試合が、ね、できるような、まあ、本拠地ですしね、まあ、それも勢いにつながるのかな、今までのそのトーナメントの勝ち上がりの勢いもつながるのかなっていうのを期待したいですね。まあ、サイズがねやっぱりアメリカが大きいのと、まあ、能力に長けてるっていうのもあるんですけど、まあ、ポイントとなるのはねやっぱアメリカのアジャー・ウィルソン、あそこがねどれだけ止められるか、まあ、インサイドを使ってくると思います。インサイドで、まあ、必要にね、アタックリングにアタックしてくると思います。そこをねどれだけディフェンスで抑えることができるか、まあ、ディフェンスがね、うん、ポイントになってくると思います。スリーポイントとかねオフェンスに関してはね日本のリズムっていうものが、まあ、試合を通してどっかの視点で絶対出てくるのでね、オフェンスに対しては関してはね、おそらく大丈夫なのかなっていう気はしてるんですけれども、やっぱりディフェンスね、オフェンスが入っても、まあ、ディフェンスが止められなかったらね、なかなか勝ちにはつなぐ、ね、ことは難しいので、なんとかディフェンスで、まあ、アメリカのね、アジャー・ウィルソン、あそこをね、いかに封じることができるかでね、まあ、他にもまあ素晴らしい選手いますけども、ね、いかに封じ込めることができるかっていうのが重要になってくると思います。まあ、決勝戦楽しみにしたいですね。はい、あ、そう、あ、ホーバスヘッドコーチもね、すごいなんかいい熱いね、いい感じの味を出してる、コーチですね。まあ、監督のね、貢献っていうのもものすごくあると思うんで、ね、すごいいい試合を期待したいですね。はい、本日は以上です。ありがとうございます。